幻魔の野望は一旦は打ち砕かれた。だが明くる年、斎藤義達が病死し、アンヌな息子辰沖が国主になると、再び織田軍が美濃へ進発。ついに稲葉山城は落城。ここに斎藤家は没落したのである。この陰に幻魔の暗躍があったかどうかを知る者はない。斎藤家没落後、雪姫は斎藤家とゆかりの深かった堺の豪商今井宗久のところへ一旦は身を寄せたが、一月も経たないうちに忽然と姿を消した。宗久の計らいで南蛮船に乗り、世界へと旅立ったのである。その旅には夢丸も従っていた。左馬之助に教えられた通り、その目で世界を見るつもりだったのである。一方楓は左馬之助を必死に探し続けたが、見つけることはできなかった。明くる年、左馬之助の叔父の明智光秀に隠密として抱えられ、数々の功績を残したが、14年後山崎の合戦でその生涯を閉じた。そして左馬之助は幻魔を倒した後、妖として行方が知れず、その生死も定かではなかった。